こんにちは、みつまめです。今回も安丸出しさんのアンバサダーを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。これ今流行りのね、車中泊とかキャンプ用にどうかなと思って作ってみました。手抜きです。手抜きでもさ、手抜きでも美味しきでいいと思いません？はい、こちらはね、炊飯器で蓋した芋です。じゃがいもひたひたになるぐらいのお水で炊飯器で普通に炊飯します。で、スイッチが上がったら出来上がりです。じゃじゃーん、こちらがそのじゃがいもです。はい、じゃがいもカット。おお、ねっとりして美味しそう。普通にやってしまえばじゃがバタなんですが、今回はこれに和風万能だしの素を加えていきます。普通のバターです。まあ塩分も入ってても無塩でもどっちでも大丈夫です。このくらいかな。ここに加えます。パラパラパラっと。このくらいかな。適当です。いいんです、適当で。そしてこれをよく混ぜ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 します。もうね、熱いからすぐあれだよね、柔らかくなっちゃうよね。はい、こちらをふかしたじゃがいもにのっけて、で、いただきます。うん、じゃがいもの甘みとだしのしょっぱさがちょうどいい加減でございます。うまいよこれ。めちゃくちゃ簡単なんでやってみてくなんしょ。美味しい美味しい。これやみつきになるね。やみつきポテトじゃないこれ。これね、実はうちのお母さんも気に入って、この安丸だしさんの和風万能だしすごく気に入って、肉じゃがなんかにも使っておりました。はい、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではごきげんよう。